タターサルシファカは、哺乳高霊長目ドリッカシファカ属に分類される霊長類。マダガスカル北東部東道町45から47センチメートル。おなが42から47センチメートル。体重3.5キログラム。体色は、クリーム色がかった白で、頭頂部から、肩、前腕部にかけては大色。落葉樹林や半常緑樹林に生息する。中高性。 三から十頭の二頭ずつの雌雄の成獣が含まれる群れを形成し生活する。六から十ヘクタールの行動圏内を、1日に四百から千二百メートルを移動しながら、植物を探す。植物の葉、花、果実、種子などを食べる。繁殖様式は体制。一月下旬に交尾し、妊娠期間は約百五十日。 群れ内の2頭のメスのうち1頭のみが繁殖し、6月下旬に幼獣を産む。授乳期間は5から6ヶ月。生息地では、食用とされることもある。森林伐採や木材採取、焚木の採取、焼き綿農業や、火入れ、金の採掘などが原因の生息地の破壊などにより、生息数は減少している。食用の狩猟によっても、生息数は減少している。 生息地では本種の狩猟はタブーとされているというが採掘のための移民によりタブーが破られていることが懸念されている。一部個体群では約60%の個体からミクロフィラリアが発見された例もあり、臓皮病などの感染症による影響も懸念されている。1975年のワシントン条約発行時からインドリカ単位で ワシントン条約付属書 I に掲載されている。ありがとうございます。